今日は8月の16日です。今ここに咲いてる花、これはですね富士の花です。ちょっと皆さん不思議に思われるかもしれません。富士の花のですね、開花時期は4月5月ですね。それがですね今8月にこのようにたくさん花が咲いています。いつもの季節と違う時にですね、花が咲くのがですね、狂い咲きというらしいですけれど、これは狂い咲きではないらしいですね。8月夏頃にですね花の咲くことがあるらしいです。もう何年もですね、見ていましたけど、この夏に咲くのはですね初めてです。ちょっとびっくりしました。いろいろですね、ネットで調べてみたところですね、7月ですね、初夏に剪定するとですね、夏にですね花が咲くことがあるということです。周りにたくさん花が咲いています。はい。ちょっと春の花と比べると色が薄いかなというふうな気もします。それでですね、この花が咲く原因ですけれど、今年はですね7月に、剪定をしました。今までですね、剪定したことなかったんですけれど、つるがですね大変ひどかったものですから、7月の中旬頃にですね、剪定をしました。だいぶバッサリとですね、剪定したんですけれど、どうもそれが原因のようです。そしてですね、不必要なつるをですね、切ることによって、栄養がですね葉の先端の花芽にですね行くようになって、花が咲くというふうにですね、解説がありました。つるはですね非常に大きくたくさんあったので、それをですねバッサリと切りました。そしてですねその栄養がですね、花芽の方に行ったということです。そしてもう一つですね、この夏に、花を咲かせるとですね、来年の春にですねまだとても綺麗な花が咲くと咲かせることができるというふうにもありました。全然ですね気にせず、剪定をしていたんですけれど、思わぬですね、このような花が咲いて非常に、ちょっとびっくりしています。はい。ちょっとこれは花が終わりかけてますけれど、どうでしょう。一番綺麗な花はこれはなんか綺麗ですね。はい、綺麗に咲いてます。こんなにですね夏に、藤の花をですね、見れるとはですねちょっと思いもかけていませんでした。はい。これも綺麗ですね。しかしですねまたつるもですねまた伸びてきています。この富士の花非常にですね生命力があるのがですね、切っても切ってもすぐにですねつるが伸びてきています。来年ですね、春に綺麗な花が見れるということであればですね、非常に嬉しいです。
皆さんもですね、この時期に、藤の花を見ることができればですね、非常にラッキーかなと思っています。